こんにちは、アブラミチョーンです。ロックンロール、あのね ロックンロールですよ。人生ね、3着目の革ジャンを買いました。もうね、ちょっと夜中なんでね、小さめの声でね喋っております。道徳心がある狼さんですよ。今日はね、それをちらっとご紹介するだけの動画です。じゃあご覧ください。じゃじゃーん、ダブルのライダースです。もうね、昔から革ジャンといったらこれでね、好きですね。3着目です。ちょっと着てみましょうかね。どうですかね。僕ね、ライダース買ったのはね、初めてが19の時なんですよ。で、その時のサイズがね 2L で買いました。42だっけ、とにかく 2L サイズですね。でそれでまあ買った当初からそんなに余裕はなく着てたんですけども、やっぱ体がどん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 ダメな意味で大きくなりまして、次に買った時はね、なんと私 6L 買ったんですよ。だから50サイズかな、アホですね。 2L サイズからいきなり 6L サイズ買うっていうのはね、まあ理由がいくつかあるんですけど、そのバイクに乗る時に着たいなっていうのもあって、中に着込みたいわけですよ。そうするとゆとりがないとダメだっていう。で僕肩幅がね、頭でかいくせに肩幅がすごいあるから、そこまで頭でかいのが目立たないんですけど、何倍だったかな、52だっけな、肩幅結構広いんですよ。で、それもあるから、もう肩幅の狭いのも嫌だっていうことで、もう本当に余裕持って着れるライダースをね選んだところ 6L になったという、まあ、その結果どうなったかというと、袖が長すぎるね。今ね、この例えばこれを緩めまして、気をつけしたら、まあこのぐらいですよね、このぐらいで済んでたんですけど、 6L の買った時はね、これ指がね3本しか出ない、もっとか、これぐらいだったんですよね、袖が。うん、この指が見えないぐらい、ちょうどこれぐらいか。こんなもんね、7-5-3でしょ。でバイク乗る時は、まあまだこうやってるからいいんですけど、普段気をつけするような外には着ていけないよと。うん、だってこんなのかっこ悪いでしょ。で、冷静に見たらもうブカブカだしね、これいかんなということで、新たにね買い直しました。で今回買いましたサイズがね 4L ね、 4L 着るとちょうどいい。ほら、気をつけした時に、これぐらいですね。ちょっと手にかかるけど、バイク乗る時って前に行くから、バイク乗った時にちょうどよくて、下ろした時にはちょっと長いかなと。でもこれぐらいは許容範囲です。若干縮むだろうしね。うん、で前もね、止めますとよっと見えないんだよなよし、ちょうどいい、ちょうどいいです。うん、ある程度タイトで着るもんなんですけど、これぐらいのタイト感なら全然いいかなというところで、非常にサイズ的には満足しておりますね。グッと、男は革ジャンだろうということで、買いましたね。いいね。でこれがね、本革なんですけど、めちゃくちゃ安いんです。はい、とあるお店で買ったんですけど、そこのね、そこの自社工場というか、自分とこで作ってらっしゃる、製品であることで、まず安いんですけど、もう一つがね、これが飼うではないんです、牛ではないんですね。要するにバッファロー、水牛の皮を使ってるんですよ。でも
俺に言わせればどっちでもいいじゃんっていう感じでね、まあ、触った感じとはやっぱ若干違うんですけど、丈夫なのは双璧だと思うしね、僕はもう雰囲気で着る人なんでこれでいいかなと思いました。で、ものすごく安いのね、例えば同じようなっていうか、まあこっちが後なんでしょうけど、例えば超有名なショット、ショットのね、私初めての1着目がショットだったんですよ。で今ねショットでこのタイプのね買おうと思ったらもう20万前後するんですよね。20万ですよ、20万、とても買えないですね。でそれに比べるとなんと10分の1以下の値段で買えるんです。素晴らしいね。もう本当にね、もう10分の1で買えるならこれでよくねって気がしません？うん、しっかりしてますしね、厚みのある革使ってますしね、俺はこれで十分じゃないかなと思うんですけどね。よっぽど銘柄メーカーとか ね名前にこだわる人はねそれでいいと思うんですけど、どうなんでしょう、10分の1ですよバッタモンとかそういう意味じゃなくてね、うん、で僕はもうこれでいいと、思っております。はい。でお店のね、お店もご紹介したいんですけど、ちょっとできない理由がありまして、お名前を伏せておきます。というのもね、ちょっとね店員さんがねあれなんでね、どうかなと思うんですよ。私そのお店に直接行きました、店舗にね、通販もやってるところなんですけど、そしたらまあ接客がもう一つだったんですよね。いや失礼なことは何もないんですよ、失礼なことは言動は何もされてないんですけど、そこのお店がまあ革ジャンいっぱい吊るしてて、全部にビニールがかけてあるんですよ。まあいいじゃないですか、汚れないし。でもそうするとお客さんはどれが何か全然わからないわけですよ、うん、だから結局は店員さん捕まえて、何番のね、何番の何が見たいんですけどって言って出してもらわなきゃいけないんだけど、2人店員さんいたんですね。行ったら1人先客のお客さんがいて、その人とね1人の店員さんが話してたんですよ。で僕入って行ったらもう1人男性がいて、あ多分店員さんだなと思ったんですよ。でお店入って行って「こんにちは」なんて言ったんですけど、なんか「ああこんにちは」ぐらいの、あれ店員さんじゃなかったのかなとか思いながら、革ジャンちょっとねビニールに変わってる革ジャンその触ってみたりかき分けたりなんとなく仕草したんですけど、どういったタイプお探しですかって聞いてくることもなくずっと立ってるんですよ。あれ向こうにいるなんか店員さんと話してるお客さんの知り合いかな、店員さんじゃなかったのかな思ったりして、でも聞かなきゃ分かんないからね、どこに何があるかって。で聞きましたよ、すいませんお店の方ですかって。そしたら、あはいって、はいって、いやはいってあなただったらあなたの方からいらっしゃいませとかこんにちはとか言わなきゃダメでしょと思ったんですけどね。で実はこの型番のこれ探してます、でサイズはこれでみたいな言って、まあ、それでまあ出してくれるんですけど、アドバイス的なものとかは一切ないですね、まあ、言わないでおこうという主義なのかもしれないですけど、やっぱりね向こうからもある程度言うべきでしょ、いろいろ言って僕が鬱陶しそうにしたらもう黙りゃいいんですけど、こっちがね例えばこれサイズ的にどうすかねって言った時に、あ鏡ありますからそっちで見てくださいとかね、そういうのはちょっと違うと思うんですね、うん、で実はね僕ここ10年ぐらい前に1回来て1着これドレスレの型番買ったことあるんですよ、その時のサイズがねなんて話しててもね、スル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 って長さ張るんですよね、あれと思いましたね。
まあ、ぶっちゃけなんていうのかな、接客はよろしくないんですね。もう一人の方が本当の店長さんで、この人はなんかこのサブ的な、なんか営業担当じゃない人なのかもしれないですけど、ちょっと接客には不満が残りましたね。僕はもうこれかもう一つの方かどっちかを買うで決めていってたから、この型番のサイズこれ、あのもう一つの型番のサイズこれっていうんで言ったからすぐ出してもらってきて自分で判断しましたけど、ぼんやりとね、例えばダブルが欲しいぐらいで言ったらね、買い物にならないと思いますね。まあ、そんな困難もありますんでね、この買い物したお店は今回非公開にしておきます。ブランド内緒でもね、本当に物はいい、うん、ね、実はこれと同じものをね2着目に買ってるんですね、うん。まあ、その時よりは10年ぐらい空いてるから値上がりもしてるんですけど、だいぶ来たにもかかわらず全然へたれたとこもなかったしね、物的には満足しておりますんでね、まあ、これもね結構普段着用としてねガシガシね、着れる価格ですから、できるだけね着れるときは着ていきたいなと思っておりますね。狼で、革ジャンもいいでしょう。ロックンロール、これは三原ビロです。似てないですね、うん。まあ、そんなこんなで今日はね革ジャンを買いましたというねご報告をさせていただきました。まあ今後もねちょろちょろとこんな動画を作っていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた See you。 男は革ジャンだろう。